公益財団法人ジョイセフは世界の妊産婦と女性の命と健康を守るために活動している国際協力を中心とした公益法人。戦後の日本が実践してきた家族計画、母子保険の分野での経験やノウハウを開発途上国に移転してほしいという国際的な要望を受け1968年に設立された。元は外務省。 厚生労働省所管の団体、公益法人改革で内閣府所管となる。国連、IPPF などの国際機関、日本の JICA、現地 NGO や地域住民と連携し、アジア、アフリカ、中南米で保険分野における人材養成、寄贈、プロジェクトを通した様々な支援を行っている。2011年3月11日の東日本。 大震災以降は、日本女産主会、日本家族計画協会と共に、被災地東北の女性、妊産婦支援を開始。会長は2007年より、元国連事務次長赤氏安氏。歴代会長に、加藤静江、岸信介、福田武夫も。2011年より、モデルの富永愛が、アンバサダーに就任。日本において、人口、リプロダクティブヘルス。 家族計画、母子保険分野の国際協力における最長の歴史と最大の実績を有する専門機関でもある。これまでに世界34カ国の途上国で活動を実施してきた実績を有する。特定公益増進法人。国連経済社会理事会の特別諮問 NGO。国内、日本政府、国際協力機構。 日本家族計画協会、東京都予防医学協会、日本寄生虫予防会、日本助産師会、日本産婦人会会、小児保健協会、母子保健推進会議等海外、国連人口基金、国際家族計画連盟、世界保健機関、国際連合児童基金、パッカード財団、トーラのメンバー。ジョイセフは、世界148カ国に広がる。 途上国の妊産婦を守る活動を推進するホワイトリボン運動の日本での発起団体ワシントン DC に事務局を置くホワイトリボンアライアンスに加盟しホワイトリボンジャパン事務局を務めるホワイトリボン認知普及プロジェクトとしてモード4チャリティを2010年より開始2016年からは女性の健康のために走るチャリティーランホワイトリボンランを毎年 国際女性デーの前後で開催し、全国各地で開催される拠点ランも含めると、約5000人の参加者が参加している。思い出のランドセルギフトは、日本で役目を終えたランドセルをアフガニスタンに寄贈し、子供たち、特に教育の機会に恵まれない女の子の就学に、役立てる国際支援活動。株式会社クラレの呼びかけで2004年に開始。同企業の ランドセルは海を越えて、キャンペーンで集まったランドセルも合わせ、約22万個のランドセルと新品の学用品をアフガニスタンの紛争地域の子供たちに寄贈してきた。2018年には、行列のできる法律相談所で回収の呼びかけがあり多くのランドセルが集まった。2019年には NHK ニュースウォッチ Q で特集が組まれた。二千二十年からは、 ランドセルが配られた地域を取材したランドセルは海を越えてが小学4年生の国語の教科書に乗り全国の小学4年生の学ぶ題材となっている20世紀に入り米国では1912年にマーガレット・サンガーによるバースコントロール運動が開始されたその影響を受けて日本では1920年代に加藤静江等による 三次制限運動が始まる。その後、第二次世界大戦などにより運動は中断。戦後、1952年に国際家族計画連盟が発足し、日本では受体調節実地指導員制度が開始された。1954年には日本家族計画連盟と日本家族計画協会が設立され、国内の家族計画運動が始動。後に、この 中絶から家族計画への運動が日本社会に大きな影響を与え人工妊娠中絶数は1955年の117万件から2016年度には16万8000件へと減少した。1950年代以降急速に増加する開発途上国の人口が国々の社会、経済の発展と世界の食料、資源、 環境への脅威であると認識された時代であった。一方で、戦後の困窮した時代を乗り越えた日本は、経済成長の時期を迎え、同時に、家族計画の成功や母子保険の向上が、世界から注目され始めていた。1967年に、IPPF 顧問、ウィリアム・ドレーパーが来日し、途上国への日本の人口、家族計画分野の協力を訴えた。 1968年、家族計画、母子保険分野の試験研究法人、技術協力機関として、外務省、厚生承認下の財団法人家族計画国際協力財団が設立される。当初からアドボカシーが重点事業の一つであり、日本政府の国際機関等への任意拠出金の増額を目指す機関としての役割を期待されていた。 この時代、多くの途上国で、家族計画が、人口抑制の手段となり、女性の人権が尊重されることなく、出生数をコントロールする対象としてみなされていた。その中でジョイセフの創設者である、国長次郎は、家族計画とは、自分の生活を守り、家族の幸せを願うこと、母と子の健康を守りたいという気持ちからのもので、人口問題の解決のためでも、 国の経済発展の方法でもないという哲学を持っていた。人間的家族計画そして住民が主体という国の信念は創立以来女性と妊産婦の命と健康を守る活動を実施してきたジョイセフの思想であり、ジョイセフの活動の基本理念として途切れることなく受け継がれている。日本の経験とノウハウ、そして国が提唱する 人間的家族計画を基礎にした家族計画栄養規制中予防インテグレーションプロジェクトが1974年より開始される IP は後に PHC の好事例として国際的に認知度を高め多くの国々で実施されるようになった IP により家族計画は人口抑制の手段ではなく一人一人の人間の命や健康を守る 戦略として国際的に広まった。20年後の国際人口開発会議ではその理念が基盤となり、リプロダクティブヘルスへと進化発展することになる。1994年に ICPD で提唱されたリプロダクティブヘルスが国際的潮流となる。ジョイセフは RH を先導する日本生まれの国際協力 NGO としてその活動が認められ、 この年、保健分野の国際協力 NGO と外務省の対話の場である後の GII 維持懇談会の事務局となり、現在に至っている。また1995年に北京で開催された世界女性会議では、RHR は女性の基本的権利だと明記され、若者の性と健康を重視し、ジェンダーの平等、女性のエンパワーメントも重視されている。 ジョイセフは、永年の実績の上に、2000年に、国連経済社会理事会特別諮問 NGO の資格を得た。2001年に、MDGS が指導。ジョイセフは日本のみならず国際 NGO として、セクシュアルリプロダクティブヘルス、ライツ分野の牽引的な役割を担うことになる。また2001年には、永年の功績により、国連人口賞を受賞した。 さらに2011年の東日本大震災をきっかけに、ジョイセフは、日本国内においても SRH、R 分野、とりわけ、妊産婦と女性の命と健康を守る NGO としての支援活動を展開した。2016年にジョイセフのミッションが SDGs 時代に合わせて改定。海外のみならず、日本国内の課題にも注視することの意味を込めて、さらには、 誰一人取り残さないという信念を表し、対象を全ての人々とする。また国内において R、SRHR の啓発を目的とした、アイレディーキャンペーンを立ち上げる。2016年、女性へのフォーカスが強まり、G7 サミット、TICAD6 などでは、ジョイセフは SRHR 分野のアドボカシー活動の先導的 NGO として活躍。 この年、ジョイセフは、読売国際協力賞を受賞。2017年には、第1回、ジャパン SDGs アワードの特別賞、SDGs パートナー賞を受賞した。岸信介1968から1987年、福田武雄1987から1995年、加藤静江1995から2001年、 黒田敏夫2003から2006年、赤市康史2007年3月29日現在、小谷吉夫1968から1974年、山地和敏19741988年、国長次郎1988から1996年、沢木正夫1996から1999年、 黒田敏夫1999から2003年、金安夫2003から2013年、石井住江2013年6月11日、現在アフガニスタン、インド、インドネシア、エチオピア、ガーナ、韓国、ガンビア、カンボジア、グアテマラ、コロンビア、サモア、ザンビア、スリランカ、スーダン、タイ、タンザニア、中国、トンガ、ニカラグア、ネパール、バヌアツ、 バハマ、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブラジル、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、メキシコ、モンゴル、ラオス、日本。ありがとうございます。